いつもご視聴ありがとうございます。本日はマツダ3をおすすめする理由について語っていきます。当チャンネルではこういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。マツダ3は2019年5月に登場し、現在も販売を継続しているモデルになります。最初にマツダ3のスペックと価格を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、エンジンは3種類あります。 1500cc のガソリンエンジンは街乗り中心で、 1800cc のディーゼルエンジンや 2000cc のガソリンエンジンは街乗りから高速まで幅広く乗る人におすすめです。それではマツダ3をおすすめする理由を5点ほど話していきたいと思います。マツダ3をおすすめする理由1点目、走行性能が高いことです。マツダ3は運転してみればわかりますが、直進安定性やコーナリング性能が非常に高い車に仕上がっております。高速域でもハンドルがブレずにまっすぐに走るし、コーナーに入っても安定感があります。このクラスとしては珍しく6速 AT を搭載しており、ダイレクト感のある加速を楽しめます。ライバルのスバルインプレッサやトヨタカローラスポーツは CVT なので、加速の気持ちよさはマツダ3が一つリードといった感じです。また全グレードに MT モードがついており、シフトアップやシフトダウンも早く MT 車に乗っているような操作を楽しめます。エンジン音もスポーティーなので、 MT モードで引っ張る時の加速やエンジン音は最高です。街乗りでエンジン音を楽しみたいなら 1500cc のガソリン車がおすすめです。マツダ3をおすすめする理由2つ目が、内外装の質感が高いことです。マツダ3は2020年にワールドカーデザインオブザイヤーに輝いています。この賞は世界で最もデザインが優れた車に贈られる賞です。この賞からも言えますが、とにかくマツダ3のエクステリアは美しくてかっこいいです。ワイド&ローボディで、正面や後ろから見た時のボリューム感もあり、存在感のあるエクステリアとなっております。エクステリアが良い影響で後方視界が悪いというネガな部分もありますが、このデザインの良さならそういったマイナス面も気にならなくなります。続いて内装のデザインですが、スポーティーで上質な内装のデザインとなっております。
ドア内張りやセンターコンソール周辺、ダッシュボード周辺などプラスチッキー感がなく質感の高いものとなっております。他社のメーカーのこの価格帯のインテリアはプラスチックの面積が大きいですが、マツダ3は合皮やソフトパッドなどを使用しており質感が高いです。内外装のデザインは人によって好みの分かれるところなので、購入するときは実車をしっかりと見て購入してくださいね。マツダ3をおすすめする理由3つ目、静粛性の高さです。マツダ3といえば内外装の質感の高さや走行性能の高さに目が行きがちですが、実は静粛性もかなり高い車です。走行時に出るロードノイズの音がロークラスの車と比べかなり静かです。まるでクラウンやフーガなどの高級車に乗っているような静かさがあります。風の強い日に運転したことがありませんが、おそらく風切り音も抑えられていると思います。エンジン音もスポーティーなので、静かな車を安く手に入れたい人にもおすすめな車です。ただし、乗り心地は固めなので、試乗してじっくりと購入するか判断してくださいね。マツダ3をおすすめする理由4つ目、維持費が安いことです。マツダ3は C セグメントクラスであり、排気量も 1500cc から 2000cc なので、燃費も良く、維持費も安いです。特に 1800cc のディーゼルエンジン車は、軽油で燃費も良く、燃料代が非常に安く済みます。1500cc と 2000cc のガソリン車でも、カタログ燃費15キロ以上となっており、燃費がいいです。自動車税も 2000cc 以下であり、重量も 1500 キロ以下なので、クラウンやフーガなどの高級車と比べても、自動車税や重量税が安いです。マツダ3をおすすめする理由5点目、コスパが良い車であることです。マツダ3は、車両価格に対し、内容が良く、コストパフォーマンスの良い車に仕上がっております。1500cc のガソリン車に関しては230万円台からあり、お買い得感がかなりあります。装備も電子式パーキングブレーキや最新の安全装備が標準でついてきます。これに加え内外装の質感の高さや走行性能の高さ、静粛性の高さなどどれをとってもレベルの高い車に仕上がっております。総合的な内容が良く、230万円台で買えるので、非常にコスパが良い車だと言えると思います。これだけコスパが良い車ですが、なぜかトヨタのカローラスポーツと比べると売れていません。売れていないということは、街中を走っても同じ車に遭遇する確率も減るので、それはそれでいいと私は思います。最後に今回の話をまとめると、マツダ3は同クラスの国産車と比べ内外装の質感が高く、静粛性が高く、走行性能が高く、コスパの良い車に仕上がっております。6速 AT 車であり MT の設定があるところもいいところです。良い点には入れませんでしたが、シートも固めでホールド感があり、疲労感の出にくいシートの出来をしています。逆にマイナスな面としては後方視界の悪さや乗り心地が硬いところです。これらのマイナス面を気にしない人には非常におすすめな車です。あとは
3種類のエンジンでどのエンジンを選ぶか試乗して考えたいところですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。